桃屋のアート宮根マン参上。宮根さんが覚醒した模様です。たくさんのテレビがなかなか自民党と統一教会の関係に切り込めん中、宮根さんだけは怒涛に鋭く追及しているようです。統一教会について何が問題かわからない。ちょっとびっくりしましたね。ピントがずれているとしか言えない。二之湯智国家公安委員長がこの日の閣議後会見で、2018年に世界平和統一家庭連合の関連団体が開催した京都府のイベントで実行委員長を務めていたことを認めたことについて、国家公安委員長というと我々もちょっと唖然としますね。国家公安委員長って言ったら全ての情報が集まっている存在。自民党の相沢一郎衆議院議員が18年、旧統一教会の友好団体が岡山県で主催したイベントに出席し、来賓の代表として友好団体が同年の西日本豪雨の被災者支援のために寄付したことに感謝の言葉を述べたことについて、寄付っていうのはありがたい一方で、それが信者の方から絞り取ったお金だってなるととっても複雑。相沢議員にしてもハン・ハクチャ総裁と文鮮明氏の関係は分かってるわけですから、西日本豪雨に寄付をいただいてからってイベントに出るのは軽率じゃないか。超党派で実態とか政治家との関係を解明してもらわないと国民は前に進めないですね。自民党が率先して解明していく、リーダーシップを取っていくべき。国民の皆さんの関心も高いわけですので、こうした丁寧な説明を行っていくことは大事だ。まあ今の状況でこんなに悠長なことを言ってていいのかなと僕は率直に思います。問題は宗教ではなくて旧統一教会の実態なわけで、岸田総理コメントされましたけど、僕ははっきり岸田総理が先頭に立って旧統一教会との決別宣言、旧統一教会の被害者の皆さんの救済宣言をすべき段階に入ってると思いますけどね。ネット記事になるくらいやからよっぽど頑張ってくれよるみたいやね。ちなみにひろゆきさんもずっと統一教会に攻撃しとりますもんね。それにしても宮根さんとひろゆきさんは友人もしくは親族に統一教会に人生むちゃくちゃにされた方がいるのかってくらい激しく責めてますよね。これからもバンバン切り込んで闇をほじくり返してくださいよ。今日もバン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 ミヤネ屋で統一教会はやってましたよ。あんなカルト宗教と関係を持った議員は立たさせないかん。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。